これで会見の質問は終わりにします。違う質問します。違うればいいというものではありませんよ。なんで打ち切るんですか。いやもうこれだけ聞いたら十分ですよ。今監督がお話しされたいみたいなんで、司会の方いやだからこれから控えていただいていいですか。いよいよこれからその新キャラについてお話ししてもらいますから。では聞いた上でまた質問が必要だったらいいですか。いいです、おしゃべらないでください。監督じゃあそろそろ終わりにしたいと思いますんで、最後に、今後の問題についてちょっとお話しください。監督、お話しされた後質問の時間を受けてくださいますか。しません。まずすいません、司会者のあなたの発言で今日大のブランドが落ちてしまうかもしれないので。いや落ちません。余計な点ちょっと聞いてください。よろしいでしょうか。はい、お願いします。まずご質問にお答えいたしまして、その話の前にお答えしようと思います。